普通に歩いてください。さあさあさあ、はい、前に行って、そうそう、ぐるっと向こう回って、はい。だから家のもちらん変わってたんとするから、うん、ちょっと蹴ってください。少し蹴ってください。はいはい、そう、蹴ってあれで、あの親指、あ、そうそう、どんどんどん蹴ってください。ちょっとだけでいいから、はい、前行きましょう、前、どん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 前、うん、前、ベッドがあるな、うん、ここ寝てるからもうフラもつけんとな、うん、あ、フラフラしないでしょ。すいませんね、だからフラフラしないかなんでね。スピード、私めまい、めまいもあるんですけども、うん、めまいもなくなる、今あるないです。今落ち着いて、一週間ほど前まだめまいで困ってる。あ、大丈夫、あ、ちょっと待って、ここのね、はい、この筋肉がすごい硬くなってるから、それで変化してるだけだから、柔らかくしたら大丈夫。あ、全然その筋肉ない、はい、もっと歩いて、もうこれ向こう行ったらもしやった、そうそうそう、それで、はい、あ、別にもう杖いらないの、嘘、うん、すごい、すごい、いけるでしょ、それやったら、不思議にここに入った途端それやったらいけるでしょ、感じてしまったんですけど、嘘、ね、みたい、なんかこの間、奇跡を言い張って、そっちの膝がどうですか。この膝はやっぱり感じてる、感じてる、ちょっと感じてる、重いというか、引っ張られるというか、はいはいはい、重たいけどね、感じてるけどね、なんか皆さん、すごい感動する、大丈夫、大丈夫、大丈夫、ちょっとストップして、はい、こっちの膝、はい、これで、あれで感動したわどうですか、重たいの軽くなった、軽く奇跡でしょ、その道がね、私もどっちかって最初、上の方がね、うん、感じるんですけども、うん、軽くは今少なくなるでしょ、ちょっと、はい、それはまあ治療したらもっともっと少なくなるから、左すごい曲がってるからね、さん曲がってますね、曲がってるからね、余計ね、痛みもあるし感じるし、だからそれは治療してたらいい、まだ何もしてないな。ただ歩いただけやから。うん、なんか、口にお会いした。よかったです。本当に。あ、なんか、どんどんね。あ、いや、せーの。まあ、あれぐらい歩くことは重要だな。すごい。それが今、お車からじゃなくて。ピカピカで滑らないかな、いう気持ちの方が。ちょっと滑ってるけどね。滑るけどね。でも、表だと絶対滑れへんからね。いや、ね、ママじゃない、思ってどうも同じようになる、それで大丈夫、ちょっと用事がだから、こんだけあるとったら十分やねん、そんなこんなにないの、わざわざ手術せなあかんでいうことないと思う、もういいだと私絶対手術ですって言われて、なんかね、よくいっぱい足使ってきましたから、うん、だからお母さんもう今まで足使ってはるから、ちょっとだけ使い方を教えたらすぐうまくできる、今みたいな感じでうまくできるから大丈夫、はい、OK。